タラララーン、タラララ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 ン、おほー、タラララン、タラランタン、結婚式の音楽。いただきます。うまっね。はい、第9カ国目アルバニアは今日で終了です。最小滞在日数3泊4日出発です。よいしょ。時刻は10時44分です。出発です。今日はコソボという国に移動します。一旦バス停にまた35分とか40分ぐらい歩いていくんですけど、その途中にスカンデグベルク像っていう、ここアルバニアの英雄の銅像をちょっと軽く見てから行きたいと思います。ディズニーみたい。かっこいいね。ねえ、かっこいいね。おしゃれだわ。あとちょっと。うん。うわあ、雪見てる。あ、あれか。あ、あれか、あれだ。めっちゃ小顔じゃない？顔ちっちゃ。これがね、スカンデルデグさんの像なんだけど、スカンデルデグさんってこのアルバニアの英雄で、なんで英雄かっていうと、オスマン帝国時代にスカンデルデグさんってスルタンの配下で騎士やってたんだけど、まあ、なんか武功をあげたかなんかで父親の元領土をもらってね、で多分この土地なんだけど、父親の元領土をもらったことを機に反旗を起こしてアルバニアの北半分を統一したっていう。だからオスマン帝国から、まあ、独立をしたっていう英雄としてすごいみんな誇りに思ってる。アルバニア人って祖国愛がすごくて、うん、まあ、かつてヨーロッパの北朝鮮って言われてたぐらい共産主義で自国愛みたいなのを育てられた影響かわからないけど、スカンデルデクっていう名前を、まあ、他の著名人とか歴史上の人物を言ってあげるとすごい喜ぶ。このアルバニアっていう国は1990年ぐらいまでずっと共産主義国家で、うん、まあ、1980年ぐらいまではずっと鎖国してた国で、うんうん、民主化してから30年しか経ってない国なの。民主化した途端に国民全体でネズミ講が大流行しちゃって、うんうん、国民の3分の1が全財産を失うっていう事態に陥って、もう大混乱。やばいね、それは。昔はね、ヨーロッパの北朝鮮っていう言われるような国で、今はね、EU 目指して頑張ってる国です。じゃあバス停向かいます。はい。運転手がいない。本当だ、ど真ん中で止まってる。こんなところに路駐してる。ねえ、どうした。じゃあ余ったお金で一旦ペプシ買います。ああ、じゃあこれを2つ買えばいいか。Thank you. バイバイ。ぴったり使い切った。お金がなくなりました。早く時間ないから行かないと。バスターミナル到着。あと20分でバス出発します。とりあえずもう飲んでいい？いいよ、どうぞ。ぬるくなっちゃうから一気飲み。ナイス。あ、美味しい。美味しい。Where you want to go? Please, right. Please, yeah. But ask him. Okay, thank you. Bye, bye.
優しいな、みんな。お待たせしました。中国に来たと。いや、ハロー、ハロー。 How are you doing? Ah, lovely. Where are you from?And you? Yeah. And you? England. England? Yes, yeah, yes. Yeah, yeah. He's a cowboy. チケット確認されてないけど、みんなも確認してないし、なんだ。自由に乗れる。1分前に出発するし。ね。スーパーで買った菓子パン食べます。お腹すいたわ。49レク大体57円ぐらい。全然身が出てこない。でもこのパンだけでもうまいね。やっと出てきた、いちご風味。もうすぐ国境だね。さあ、国境に着きました。降りないスタイルかな。パスポートを持ってかれました。多分アルバニア人は ID 見せればよくて、俺ら2人とイングランド人かな、その3人のパスポートだけ持ってかれました。帰ってきました。このスタッフが持ってきてくれました。はい、出国完了です。じゃあ続いて入国。はい、めちゃめちゃ速いスピードで走ってんだよね。遠くない？入国これもう入国したんじゃない？入国も一気に済んだのかじゃない。はい、ってことで10カ国目、コソボ入国です。入国しました。10カ国目、まあ、一応日本は国として認めてるんでね、一応10カ国目ということで、はい、フリーズレンだった、ここやばい、そのまま乗ってるとこだった。国境越えてすぐすぎない？ねえ、本当だよ。あ、タクシーいるやん。これかな。なんかバスのスタッフと揉めてるけど。本当だね。あ、Thank you。バスで行けないのに。本当。あのこっから市街地まで行っちゃうとバスの往復の時間がかかっちゃうから。バスが提携してるタクシーかなんかで送ってもらうんだね。そう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 って書いてた。おー、来たんだ。そうなんだ、本当だ、元気持ってるね。この2人と乗るの？そうかな？荷物乗んなくない？はい、乗りました。ちょっと大きめのおばあちゃんと一緒です。これがどこで降ろされるんだろうね。行ってあげようとしてくれてるよね。だとしたらマジ楽だ、システムがね、うん、逆に、うん、いつもそれがいい。アザスバス会社。
Julian Hotel, Moscow. Hotel. Near. Near. Walking. Here. Here. Yeah, go. Go. Thank you. Bye bye. パン屋さん。パンチーズ。これで81円ぐらい。へえ。大体このピザで 1.2 ユーロだから、はい。163円。これで1ユーロ。ホットドッグ。130円。130円。まあ激安ってわけじゃないけど。そうだね。まあユーロに比べたら安いんだ。そうだね。Thank you。じゃあ宿向かいましょう。はい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。サボってこの街のオフライン地図をダウンロードしないでいたらホテルの場所が分かんないからどっか Wi-Fi 捕まえてホテル探します。はい、昔さオスマントルコがここ支配してたから結構トルコ料理が馴染みあるらしいよね。え、街並みもトルコみたいだね。うん、赤い屋根が結構多くて、ここはもうがっつりイスラム教だから、うんうん、豚は食えないけど。そうだね、まあ、いらんけど。ハロー、ハイ、オーケー、ロー、ミスターも来い。なんかこの国は観光客が来るのが珍しいし、うん、呼びたいからって、うん、めちゃめちゃ重宝してくれるらしい。へー、コソボ共和国は岐阜県くらいの大きさで人口は178万人ほど。 92% がアルバニア人で 5% がセルビア人で構成される。ほらやっぱさ俺を映してくれ系だよ。うんだね。マジトルコ思い出すわ。基本多分あれ左がコソボの国旗なんだと思うけど、右にはアルバニアの国旗で。本当だね。ここは 90% がアルバニア人が住んでる国だから、うんうんうん、公用語もアルバニアだし、うん、アルバニアの国旗が街中に至るところに立ってる。へえ、確かにここに来るまでにもアルバニア国旗めっちゃ見たよね。すごい不思議だよね。なんか不思議、あのここってセルビアの領土だってセルビアは主張してて、うん、コソボは、まあ、2008年独立したんだけど、うんうん、だけどそれを第一番最初に認めたのはアルバニアなんだ。へえ。で独立を支援してあげたり。へえ。じゃあ俺的な感覚はアルバニアでよくない。いや私もそう思う。不思議だね。だけどまあ多分このセルビアっていう国のそもそもの領土だから、うん、まあ、実質アルバニアってなったら戦争になっちゃうから、うん、コソボっていう独立を認めて、まあ、アルバニアとコソボが仲良くなって一つのまあ仲良し国家みたいな、ね、感じなのかな。わかんないけど不思議だね。まあ、平和に行きましょう。そうだね。ATM でお金下ろします。コソボはユーロなんでユーロ下ろします。 Wi-Fi 繋がった。おー、バーガーズフードっていうお店だったからパスワードバーガーズフードって見てみたら繋がった。すごね、これ、はあ、もう疲れた。
いやー、着いた。うん、目の前だった。ファイナリー。ファイナリー。ファイナリー。Hello, Kimmy. I'm Isu. Welcome. Hello. Hello. Ayana. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Wow, good view. Yes. I hope you come more. Come inside. It's very fresh inside. Okay. めっちゃいい人だね。イーラー出た。犬がいる家、ちょっとやだ。 Thank you。 あ、涼しい。あ、美味しいよ。あんな癖もない。うん、ね、うまっ。美味しい。うまい。 Yes, yes, it's from the mountains here。 あー、サクサンの安い。うん、本当だね。たっぷり。Cheers. Welcome. Yeah. How do you say? Guzuar. Guzuar. Albania. Albania. Guzuar. Guzuar. Cheers. Yeah. Kadome. Oh. Kiwatari ryoko. Thank you. This is your room. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. I just refreshed. Not really ironed. Because I washed the house. Don't worry. Don't worry. あー、バルコニーだ。うん、わー、わー、めっちゃ眺めいいね。わー、めっちゃいいな、ここ、ね、わー、この部屋で皆さんどう感想を持ったか分かりませんけど、景色は綺麗です。オーナーもいい人です。うん、そして部屋紹介していきます。はい、はい、まず入ると、まずですね、こちらにベッドです。はいはい、以上です。マジでこれだけ。エアコンもないね。ね、暑い。うん、1階の方が涼しい。うん、本当だね。あとはトイレ見に行こっか。はい、割りがある。本当だ、これ俺髪切るってことやん。トイレ見に行きます。なんか自殺したんでしょうか。はい、ちょっとオープンすぎますね。本当だね。なんかカーテンとかないんだ。お湯が飛び散るね。ね、飛び散る系だね。うん、ドミトリーの人と共有かな。そうかな。はい、ということでツアー終わりです。はい、ちょっとね、いいんだけどね。なんか、てんてんてん、居座れない。座れないね。居座る場所ない。暑いし、日当たり良すぎる。うん、3泊予約したけど2泊にしとけばよかったな。2泊、3泊ぐらいだと思うけど、ちょうど慣れてきたところにずれてたんか。はい、飯行きます。久しぶりのモスク。賑わってんな。人多くね。ちょっと思った以上に人が多いし、観光地的な感じの盛り上がりだよね。ちょっとこんなお店が超大きい音楽で、みんな何を見に来るの。俺らもそうだけどさ、なかなかご飯屋さん決まりません。もう決め打ちでどっか入っちゃいます。さあ、ここにしよっか。ミヤボン、ビエマ。はい、今日のご飯ここにします。はい、まずサラダ着きました。結構いいね、ボリュームあって、ね、これで2ユーロでしょ。うん、サラダ安いじゃん。ね、美味しい。うん、久々のサラダ超美味しい。味は塩とちょっとオリーブオイルかな。うん、シンプルでいい。ファンはいかに。
3.5 ユーロだね。うん、下のなんだろうね。ね、ちょ下の食ってみて。うん、チーズ。へえ、超いいじゃん。ヘイエ絶対好きだよ。美味しい。うん、このお肉のパテにめっちゃ合うわ。うまい、うん、これすごいパンじゃん。これね 3.5 ユーロで、もう一個これが中にチーズが入ってて、これも 3.5。 いただきます。はーい。おー、ほんとすごい溶けてる。肉汁もすごいね。うん、いただきます。笑っちゃう。顎が痛いんだよね、さっきからね。大丈夫？超うまい。うん、美味しい。ごちそうさまでした。じゃあ帰って、今日はたくさん寝よう。登り